体制委任論は、江戸幕府が国内支配の正当化のために主張した理論で、将軍は天皇より体制を委任されてその職人として日本国を統治しているとするものである。江戸時代初期の金中並区下諸派とより、その方がは見られるとする橋本正信の説もあるが、それを理論化したのは14歳で将軍についた徳川家成を補佐する老中。 松平定信であったとされている。定信は、天明8年8月、家なりに対して、お心得の過剰の中で、六十四州は、近帝より、お預かりしたものであるから、将軍と、ひ目なり殿下をご地域有効は、五職分に、ご座公ととき、若い将軍に、武家の統領としての自覚を促すとともに、将軍は、朝廷から預かった日本六十四州を統治することが、 その職人であり、その職人を果たすことが、朝廷に対する最大の崇敬であるとした。定信は、当時台頭しつつあった、尊王論を牽制するために、天皇自身が体制を将軍に委任したものであるから、一度、委任した以上は、天皇といえども、将軍の職人である体制には口出しすることは、許されないという姿勢を示したものであり、さらに武家も公家も、 同じ天皇の国家である日本に住む王臣であるという論法から、将軍すなわち幕府は、武家や庶民に対する処分と同様に公家に対しても、処分の権限を持つと唱え、孫悟一権に際して、公家の処罰を強行した。もっとも、大政委任の考えは、定信のような要人や、学者の間で唱えられることはあっても、江戸幕府として、正式に認めたものではなかった。 公式の懲罰関係の場でこの体制委任論が確認されたのは文久3年3月7日に京都御所に参内した将軍徳川家持が公明天皇に対して直接政務委任の勅命への謝辞を述べた時であったとされている。ただし公明天皇は家持の義兄でかつ江戸幕府との関係を重視する立場であったため この時点では直ちに影響を与えるものはなかった。しかし、裏を返せば、幕府の権限はすべて本来は、天皇が有していたものであり、幕府はそれを委任されたものに過ぎないという論理も成立してしまい、天皇が幕府の上位に立つものと解する余地を与えることになった。さらに、本来朝廷が担っていた国家統治に対する責任を幕府が、 全面的に引き受けることを意味することになり、19世紀に入って国内における経済、社会問題や外国船の来航など、内外の問題が深刻化すると、幕府がその政治的責任を問われることとなった。やがて、黒船来航以後に深刻化した国内の混乱を収集しきれなくなった末、将軍、徳川義信による体制委任の返上。 すなわち大政奉還の宣言によって幕府政治は終焉に向かうこととなった。ありがとうございます。